北欧4条玉ねぎ全自動移植機 OPK4 をご紹介します。玉ねぎ全自動移植機 OPK4 の最も大きな特徴は4条同時植えの全自動タイプで、高能率高精度作業が可能なことです。しかも業界初のマルチ・露地の兼用タイプです。また1時間あたりの植え付け本数は1万6000本から1万9000本、1株およそ 0.6 秒のスピード植え付けが可能です。苗箱をセットするだけで苗の押し出しから植え付けまでを全自動でこなすので、一人で楽に植え付け作業ができます。一畝4畳を同時に移植でき、しかも毎分400株の高速植え付けが可能です。また上間が一定なので収穫期でスムーズな掘り取りができます。予備苗置きには23枚の苗箱が搭載でき、連続して240メートルの植え付けができます。独自のポット育苗箱を使用しているので、観光苗より育苗面積を減らすことができます。また土付き苗なので苗を傷めることが少なく、活着を促進します。手動式機体モンロー機構を採用、左右で高さの違う畝でも植え付け深さを一定に保つことができ、安定した植え付け作業ができます。さらに安全や利便に配慮した機構もあります。指導安全装置を採用、シュクラッチをキリに、主変速を中立にしないとエンジンが始動しないので急発進の心配がありません。後方予備苗台はスライドするので苗箱の取り上げがスムーズにできます。苗供給用ステップを採用、苗補給時に植え付け面を踏まないように片足を乗せておくことができます。コンパクトな機体で K4 トラックに搭載でき、運搬にも便利です。以上、特徴をご紹介しました。